それが下脱の一歩です。下脱臭くありません。どうもノブロック TV です。本日のゲストはあばれる君です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、1回ね、はい、出ていただいてます、はい、下脱ドッキリ。下脱ドッキリ、あ、ドッキリだったんですか下脱じゃないですか、ただの今回の企画はこちら、裏ではすでに下脱してるドッキリ2024。また下脱。スタッフの前ではいつも通りいたいとかね、はい、そういうのやってんだけど、はい、それはこのドッキリの中ではやってもらってる、はい、感じない、本当は、はい、本当は感じないのに、うん、こう痛いとか言ってなんか普通の人間をアピールしている、うん、そう、なんかスーパーヒーローだよねやってもらうリアクション芸はこちらです。はい、苦い、はい、激臭、はい、下手者、洗濯バサミ、ビリビリ、はい、最後、花火。いや、花火、室内で花火おかしいでしょレベルの上がり方がすごいんですよ、これ。裏では何も感じてないふりを貫いていただいて、最後はディレクターも暴走して、はい、まあもちろん花火持ってきて大やけどする、低温花火だけどね、はい、でもそれを受け入れた時にターゲットはどう動くかっていうのを注目、はい、いや、大やけどしたら引くでしょさあね、ターゲットが入ってきました。鶴田瑞希さん、女優やモデルやられてる。でこれはマネージャーさん曰く何でも信じる純粋な性格ということなんで。失礼いたします。あ、失礼します。おはようございます。あ、ちゃんとマネージャーさんと一緒に入ってる。よろしくお願いします。鶴田です。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします役作りができてる。緊張しなくて大丈夫ですよ。はい、2回目だから役作りができてる。ありがとうございます。こういう人なんだと思ってますね。あばれる君は裏で私服はサムエっていう設定です。いい天気ですね。あ、そうですね、結構あったかいなって思いました今日。心もそのように温かく、はい、そうですよ。普段から結構落ち着いた感じなんですか。私はそんな意識はないんですが、はい、自然にこのようになっています。あ、そうなんですね上手くなってんだ、下脱が準備は整ってますか。いや、でもなんか私今日あんまりちゃんと台本とかがなんか分かってなくて、でアシスタントって何するんだろうなって今日ドキドキしながら来ました。深呼吸しましょうか。あ、そうですね。鼻から吸って吐いて、鼻から吸って止める下脱ですからね、止めないと、止めといてくださいよマジかよと思ってる。吐く、はい、私はね、修行しているので、はい、長く止めることができます。あ、結構、あ、でもなんか落ち着いた気がします。それが、はい、下脱の一歩です。下脱、下脱って何ですか。この世のものから離れることです。俗世間から離れるのです。そうすれば何にも感じません。普段はこんな感じなんです。まあ、普段は、はい、まあ、こんな感じなんですけど、はい、まあ、あんまり言わないでいただいて、あんまり言わないでいただいてもいいですかね。あ、わかりました。はい、ません、もちろんです。言わないよね。言わないです。はい、怖い。まもなく落ち着いて、落ち着いて、服が逃げていきますよ。キャラクター、はい、失礼します。おだっすー、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 おだっすー。これが面白いんだよな。失礼します。おだっすー、おだっすー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんすか今日。
世界に届け暴れん坊中部、見てます、読んでます、読んでます、番組なんですけど、はいはい、読みました。これがまあ世界中でバズってる動画を、まあ、見ていただいて、はい、で、まあ、いろんなリアクション芸に挑戦していただくっていう番組なんです。またすかこれ。はい、リアクションばっかでこっちやらせてくださいよもう。いやいや、まあまあね。で、すいません、やる、そう、やります。やらない、やらない。はい、しますよ。本当やる。で、ちょっとぶつけ本番が、まあ、慣れてるとは思うんですけど、ちょっと怖いんで、もちろんもちろん、はい、いくつかね、ちょっとシミュレーションさせてもらえたらなと思うんですけど。シミュレーション、シミュレーションを、まず苦いお茶ってやつなんですけど、うん、4000ぶりだ。多くないですかこれ。ちょっと、おし、シミュレーションにしては多くないですかちょっと。いや、残っていただいて大丈夫なんで。ちょっとちょっと、やだよー。やだいかー。やー、結構いいですね、いけますね。ゆっくりちょっと、みんなで持ってきますんで、ちょっとお待ちくださいね。マジかよ、これみんな、マジかよ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 。何も感じない。え、すごい、苦くないんですか。めちゃくちゃ苦いっすめちゃくちゃ苦いっす。何も感じます。本当ですか。あなたが言ってみましょうか。初めてです、ありがとうございます。うわ、くそ。頭に雲を思い浮かべるのです。そうすると何も感じません。どうぞ。え私が見本見せましょう。はい、これでいいですか。私口つけて。注いでください。すいません、結構苦いですけど。私なんてこれを口でクチュクチュできます。口に広げて、絶対苦いですよね。何も感じません。これが下脱です。おざすおざす。どうしたっすか、2回っすよこれ。行列すぎますって。あー、本当ですか。で、すみません、次ね、ちょっともう少しすごいのかな。これ2つで、これどっちも、まあ、臭いんですけど、はい、これなんと何すかこれ。ね、これがドリアン でこっちがうんこ。ドリアンとうんこっすか。うんちょ、やばいっすって、ドリアンとうんこは。うんこ嗅がせる番組なんかねえけどな。まあ、エディのうんこ。嘘でしょ。エディのっすか。もう臭いのマジ苦手なんすよ。あ、ほんとっすか。いきます。3、2、1、どうぞ。どうです？きっちぃ。うんこまで行かなくてもいいかもしれないですね。やめときます、そうっすね、やめときましょう、うんこ。やめときますか。うんこ、おっと、つらつら、やめときます。次の持ってきますね。やめてください、やめてくださいよ、やめてくださいよ。よし、まったく臭くありません。すごい。プロですね、すごい。ドリアンごときで私を驚かせようなんてなかなか難しい。大丈夫ですか、大丈夫。うん、うん。それで感じなかったら、うんこもやらなくてよかったんじゃないですか。
うんこなんて何も感じません。さあちょっとうんこお願いします。匂い嗅いでみましょうか。本当にですか。私は下脱済みです。チャレンジしてみなさい。できますかね。鶴田さん、はい、こっちにおいで。マジですか。初なんですけど。初なんですけど。初めてです。うんこかくやつに人様の人様のうんこ。さあ吸ってください。私はこれでご飯が食べられます。はい、すいません、お待たせしました。ちょっとこれやばいっすよ、これやばいっす。おかしいっすよ。すいません。でそしたらこれちょっとまあで、なんすかそれ。ゲテモノのまあ盛り合わせというかで、幼虫とバッタ、いやあとタガメですかね。やばいっすよ、無理無理無理、ちょっとね、まあ、無理無理、マジで無理ですって。マジで、やめた、やめた、これ全部無理じゃないですか。これどれか一個でいいでしょう。タガメもいいんじゃないですかね、タガメ。味わう。これは無理。内臓。これは無理。じゃあ本番で。本番。本番ですからね、これは。ちょっと待って、すごい。うわ、あ、すごい。本当は大丈夫です。本当ですか。タガメなんて飴のようなものです。いや、すごい。うわ、ちょっと。嘘、ちょっと待って。そんな無理じゃない。はい。これ何のドッキリなんだ。これドッキリでも何でもねえんだけど。すみません、お待たせしました。小田さん、ちょっとこれやば、これもうやばい。結構食べましたね。いやいや、おかしいじゃないですか。とじゃあ次なんですけど、はい、これレモンと、でレモンとあとこのえ、うん、あの鼻フックっていうんですか、鼻フックとあとビリビリをこう、え、は、え、レモンと、レモンと鼻フックとビリビリ全部じゃないですか、これ。じゃあちょっとあのセッティングをね、お願いします。セッティングすんなよ、うん、AD じゃねえか、さっきうんこの。え、そうなんですか。お前今日何食べたんだよ。ラーメン食べました。あ、でも結構割と普通な感じ。何ラーメン。カレーです。カレー食ってうんこ出すなよ。なんだよカレーラーメンって。ビリビリと洗濯バサミじゃないですか。あたたたたたたたあたたたた、これ本当に痛いからな。あたたた、何つけるとこ間違ってんじゃないですか。いたたたたたた。じゃあこれでレモン持って、なんでレモン持つんだ。ちょっとじゃあスイッチ入れますよ。あーい、あらららら、あらららら、あらららら、あーい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 、どうやって食べるんだこれ。これシミュレーションしたいと。
リーダー先輩、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 これいいな。ちょっとね、もう一個あるんで、ちょっと用意してみますね。ちょっとこれね、ちょっと待っててください。止めてって、止めてって。何も感じない。感じてるわけねえだろ、手上がっちゃってんだから。何も考えない。これでもしないんです。私はビリビリはすでに克服しています。いやもうそれモンスターになっちゃってるけど。私は何も感じません。ビンタしてみてください。なんでだよ。連発でください。連発で、連発、両手で、両手で殺す気で来なさい。なんでだ。リアクション見たいって言って。それ本番でもやってほしいな。今見せてくださいよ。ちょっと、あ、ちょっとじゃあ今ね、リハーサルっていうか見せてもらっても。でもなんかもう十分痛そうだった。それもちょっとシミュレーションねしておかないといけないんで。本番で、ね、本番でいいじゃないですか。絶対やっすよ俺は。マジで嫌ですからね。お願いします。いったいったー。何やってるかよ。ありがとうございます。じゃあこれもちょっと本番で、まあ、お願いしたいということで、え、でちょっと結構良かったんで最後ね、あのちょっと花火っていうのがあるんですけど。花火室内ですよ。あの上からちょっと浴びてもらうっていう感じなんですよ。ちょっとおかしいじゃないですか。大丈夫大丈夫です。体とか大丈夫なんですか。まあ、ちょっと火傷ねするぐらいかもしれないですけど、絶対これちょっとやってみた方がいいんで。危ないから。やけどってだって、ちょっとこれ座って丸出しなんですよ。大丈夫。やだっすよ。もうだって花火っておかしいじゃん。ちょっと準備しようかね。うん、これ一回ほらこれ回しちゃいますから、ね、やだ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 。じゃあちょっと行ってみようかな。うん、じゃあ行きますね。やだ、これ絶対やだ。熱い。さすがの私もちょっとだけ熱かった。ああ、そうですよね、そうですよね、絶対。でも、よかったのです。あ、え、大丈夫ですか。アバさん、大丈夫ですか。アバさん、え、アバラル君さん、アバさん、え、呼んできます、ね、ちょっと待って、救急車呼んできます、はい、僕呼びますんで、あの、ちょっといただけてください。僕呼んできます、はい、大丈夫ですか。アバラル君さん、暴れる君さん。大丈夫ですか。あー、ちょっと待って、どうしよう。ダメ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 。あー、ちょっと誰か、ちょっと待って、大声出したら戻る気もないよ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ちょ、これやりすぎっすよ、本当に。マジで。あの、これ、あばれる君が下脱するっていうだけのドッキリなの。これドッキリなんですか。あ、え、じゃあ、え、どういうことですか、これは。そ
そんな番組はないです。シミュレーションじゃないってことですか？シミュレーションでもないです。あの暴れる君は下脱してるんで何も感じないっていう体で暴れる君がいろんなものに挑戦するっていう曲なんですけど、はい、なるほど。なんか来年ね、はい、20ちょっと2025まどんどん2025はカースタントをやります。いやいやカースタント下脱の番組。カースタント下脱ビンタ言ってよ。本当にごめんなさい。バチバチきて指輪ガチガチ当たって。少し。